はい、ルルカです。今回はね、正直、現在空気になっている、あの会社さんがね、発表会をする、そんな記事が出ていましたので、そちらに関してお話していこうかなと思います。はい、こちら。こちらね、携帯落ちたの記事になるんですけれど、ソフトバンクオンライン専用ブランド発表会を18日に開催ということで、 あれソフトバンクってもうすでにソフトバンクオンライン発表してたよねと思うんだけど、こちらの記事に関しては携帯落ちたのリンク、概要欄下のところに貼っておくので、興味がある方は全部見ていただきたいんですけど、ソフトバンクは3月から提供予定のオンライン専用ブランド、コンセプトソフトバンクオンラインの発表会をオンラインで開催する。料金はすでに発表されており、今回は名称などが説明されるということで、はい。ルルカ勘違いしていました。ソフトバンクオンラインって名称だと思ってました。普通に、ドコモがアハモを出してきた。au がポポを出してきた。 そして、ソフトバンクはソフトバンクオンラインを出したと思っていたんですけど、ソフトバンクオンラインに関してはコンセプトということで、今回、2月18日に改めて、ソフトバンクオンラインが出す新しい料金プラン、こちらのね、名称が発表されることが判明しました。もう現在ね、正直な話、このソフトバンクオンラインに関しては空気になってましたよね。もちろんソフトバンクオンラインに期待されている方も多くいたとは思うんですけれど、まあネット上とかだとね、まあ完全に空気だったんじゃないかなと思います。その中、まあ再度ね、2月18日に発表会をすることによって、その空気感、どれだけ変わるのか注目なんじゃないかなと思います。 ま正直、料金がもうすでに発表されている。まあ、下の方に書いてあるけどね。データ容量20月額 3, 円税込みまあ、税抜きだとね、まあ、他社と同じ2980円ということで発表していて、この値段帯であればね、まあ、正直な話、ブランド力だったらドコモだし、まあ、au のトッピングの面白さとかもあるので、まあ、ソフトバンクを選ぶ方、まあ、LINE をね、ヘビーで使っている方だったりとか、これから UI が発表されたらね、ソフトバンクオンラインいいなと思う方もいるかもしれないんですけど、まあ、正直、空気状態になっていた。で、そこに加えてさらにね、ルルカも押している楽天も ファイルがとどめの一撃1ギガまでタダで持つことができたりとかめちゃめちゃな料金プランを出してきたことによって、まあ、ソフトバンクオンラインの影ってさらに薄くなったわけなんですけれど、まあ、このタイミングでねわざわざ発表会までして2月18日にソフトバンクオンラインから出る新料金プランの名称を発表するということでもしかしたらなんですけれどまあ、料金とかに関してはね変わらないと思うんですけれどドコモのアハモに関してもね後出しでいろいろな特典が出てきたりとかしていますので、まあ、もしかしたらね この2月18日の新料金発表会で、値段等の変更はないと思うんですけれど、細かい点でね、面白いことが発表されるかもしれないっていう期待はあるのかなと思います。発表会に関してはね、LINE や YouTube、Twitter、Facebook、も、まあ、いろんなところでね、見ることができるようなので、ル、まあ、ルカとしてもね、まあ、正直な話もすでに発表している料金プランで、まあ、名前だけがね、出てくるだけであればちょっとね、どうなのかなとも思っているんですけれど、タイミングが合えばね、生放送で裏配信しようかなと思いますので、その際にはね、よろしければ遊びに来てください。今後もいろろな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、 いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。